はい、皆さん、こんばんは。お久しぶりだと思われですね。昨日の宿の中の人でございます。宿の人でございます。ソニックフロンティア、新しい供給が来ましたね。1回目は、やらなく、ちょっと、はい、録画してなかったんですがね、海外の皆様方が反応動画を出していらっしゃったので、自分もついでに出してやろうという魂胆でございます。はい。いやー、楽しみすぎるんだな、これが。もう本当に。昨日一日、動悸がひどかったんだじゃ。いやー、見ました、先日のプレイ動画。滑車の中走ってるソニックが超可愛かったっすね。あと、いやー、いいなー、ああいうオープンワールド、ソニックのオープンワールド、ソニックの速さではすぐ端っこ行っちゃうから容量が心配だったけど、もう実現しちゃうんだなって。いや、まあオープンゾーンだから、ゾーンだからまだようわからんところもあるんやけど。ゾーンやからまあようわからんところもあるんやけど。でもいいよね。もし仮に時間制限がそんなにないとしたら、普通にそこら辺を走ってみたいわね。いやー、そんなに今回の動画は戦闘シーンに出るらしくてね。何、タイトルでは、ド派手なスキルで巨大な敵に立ち向かうってタイトルに書いてあるんですけど、ねえ。スキルか。何かな？バトル的なやつ？ソニックバトル的なやつ？それともその、モーションはスマブラのやつを引っ張ってきそうな気もしなくはないけど。どうなんでしょうね。このサムネのソニックは超かっけんだわ。マイ工場が何でもない。これではここにぶちかりましてよ。ほうほうほう。168かな。海外の窓では偉い人っていう話を聞いたことあるんだが、やはり。騒いですね。逆輸入中とはいえ。悲しいな。ソニックが鬼滅の刃並みに覇権を握る時が来てほしいな。わしの生きてる間にね。もちろん、わしの生きてる間にね。どうしてそんなに、自分の、沼る作品って大体、流行っても、ピークから外れた時期か、それとも、あまり、流行っていない作品ばっかりなんだろうってちょっとだけ思ったりもするけど。なんですかね。あまりにも知名度があまりよろしくないじゃん。そう。ツイッターではいっぱいいるんだよ。そりゃそういう人しかフォローしとらんからさ、しゃあないとは言えないよね。もちろんソニックフロンティアは、エビ天限定のデラックス版買うつもりで、買うつもりですが。そりゃね。とこて何かな。設定資料集ってみんな赤ちょうちんで言ってたから、設定資料集があるといいな。でもそういうのオリジナルでも出たから十分じゃんとか言い出しそうでちょっと怖いな。
エビ天限定のデラックスは、それ欲しかねえだろう。だって結局とかいっぱいついてくるのよ。お値段ちょっと張るけどさ、一石二鳥だよねって。で、シニックレーシングの頃からで、デラックス版を買うようにしてるの。ソニックからザ・アルティメートとかね。ああ、そっか、メガテンか。そうそう。割とメガテンの声が多かったっていう話を聞いたことが。メールになんとか場所、あれになんとか言うとる人がおるらしいですわ。いるじゃろ。いるじゃろ。そういうギミックする、ギミックは大事よ。ギミックは大事よ。ゲーム制作し始めてきてもよく、立てなかったらただただ単調な絵が続くだけだもんね。あと2分なりよ。ああ、そっか、これプレミア公開だからね。広告は、スキップしてやる。そんなに心配しないんですよ。なんせ IDW を取り扱っとるイアンフリー氏ですからね。ただしは、その IDW、現在日本語版出ている真っ最中のショーでは、えらい地獄なんで、そこは怖いっすね。怖いっすね。主人公がピンチになる局面は大事かと思われですが、やっぱり出される公式から出されると、ウェってなる。ウェふざけんな。いや、もう本当に。ビビり散らかしますわよ。現にフォースのストーリートレーダーでも超絶ビビり散らかしました。食欲が失せたわね。ははあ。上がった。ああ、フォースの話がコメント欄で出てるわね。やっぱりフォースはボリューム感のなさが唯一にて最大の問題だと思って。それにはストーリーもしかり、ステージの上もしかり。アバターはグー神でした。そりゃ、まあね。皆さん、合法的ソニックの夢主が作れるんですよ。こんなのやらない手はないじゃないですか。ねえ。ソニックの夢の死が作れるんですよ。大変ももちろんやりましたよ。遠かったですね。本当に遠かった。アバターまた出してくれると本当に嬉しい。死にます。さて、もうすぐプレミア公開が始まります。だが、さて。ケンタッキーのオリジナルあチキンと。はエブリデイお得ケンタッキー。どこ？はい。遅い。Thank you.
子がもう顎がでかいんですよ。タイムラグがあるんですが、まあそれは仕方ありませんが、倍速したら軽減されるって言ってるけど、どうなんですかね。やりすぎな人もいますね。まあこのまま待ちましょう。このまま待つ、このまま待つ。あと音量は大丈夫ですね。うん、まあ大丈夫。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あんまり叫びないんだよな。おっと、おほら、ちゃんと待機モーションあるっすよ。今日もソニックフロンティアのゲームプレイを公開していきます。やった。前回は探索でしたが、今回はバトルを中心とした映像になっています。ソニックはいろいろと新しい敵と戦ってますが、その一部はソニックのゲームであまり見たこともないほど巨大な存在です。ソニックもいろいろと新しいスキルを覚えているようなので、迫力あふれるバトルが楽しめそうです。それではレディーファイト。はいはい、チェンファイ。おお、おうおうおう、なんかいる、なんかいる、早速なんかいる。うわ、止まってる。まあ開発、うわ、リング、え、リング散らばるタイミング、リング散らばるタイミング。とこれでリング入手しました、ソニックは。は、これあんまりちょっとトレーラー見ててもよく分かんなかったんだよなっていう。おう、おう、すげえ、わあ、ほほ、やべえな、なんだろう、無双で出そうな気がする。にしても何なんですかね、この時。わあ、うん、まあ、ゲームプレイで倒れ伏せるのは知らないですけど、ストーリーでやれるとちょっとあれですが。一体何なんですかね、これ。わあ、なんか出してる、なんか出してる、なんだ。なんだあれは。にしてもさっきのドロップアイテムはあれかな。あ、無事、無理、あ、ん、ん、ん、お、これ前のやつ。あ、衝撃反応する感じ、もしかして。おう、あ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 、ちょっと待って、カメラ遠いぞ、あら、カメラ遠いぞ。いつもこのリングの挙動どうなってるんですかね。あ、ちょっと敵赤っぽくなってる、わかりやすいな、 HP の減りというかなんていうか。あ、水だー。こ、さっきなのでしてんです。うわかっけえな、さっきの。なんだ、どう、どんな動きをしているのか謎なんだろう。いやー、これはちゃんと細かくして見よっかな。やばいな。おお、ほほほほ。なに、なに、うわ。
なんだ、え、なんだ、うわ、うわすげえなこの、お、回避、回避や、うわ、やば、やばいね、いやーやべえ、この動きいいなぁ一発、うん、あ、ホミガタック系かね、うん、うってか、え、何こいつ、え、え、え、ちょ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 は？え、ソニック？で、さっきの声は一体？あ、これトレーラーで見たやつ。おお。あくだけだ。うわ。いや、音よ。怖いよ。割と厄介だな。あ、これ中入れる、え、なんですかそれ、何こかすの、え、おお、すんげえ倒し方やな、倒し方、すげえやりおる、こやつ、うわぁ、なるほど、反発する、あー、これ、なに、地味に厄介なやつやんね、これ、絶対当たりもダメージやしょ、わぁ、わぁ、わぁ、うん、うん、わ、なんだなんだ、いやー、いやー、最後蹴ったとこがへこんでる感じやるな、お、おお、おお、ん、いや、え、ん、ん、あ、終わった、終わった、おおおお、終わりましたね、これもしかして終わりですか、さっきの相手、あ、終わりましたね、はい、ちょっと、あ、あまりにも細切れすぎんよ、あまりにも細切れすぎんよ、なんだろう、じらされてる感じがするな、あ、いやいやなんだろう、このアクションで無双ゲー出してもいいぐらいなんじゃないかなという、ただの好み感を襲います、うんうん、なんだろうね、やっぱアクションがいいわ、でもさ、やっぱなんだろう、詳しいことは本当に詳細な情報出れないと何とも言えないのは何ともな、うん、ああ、でもやっぱりアクションかっけえさ、かっけえさ、やっぱかっけえわ、いや一体何なんでしょうね、あの敵は。エッグマンの胸なのかな、え、いや、どうなんだ、いや、なんか見せてみるとファントムロビーが投稿とか言ってる人もいたからなって。
なんか割とがっかりしてる人がいるみたいだけど、まあ、自分としては、まあ、現時点では可とも不可とも言えずって感じ。まあ、かよりとは言え。まあ、かよりとは言えない。そうやね。ソニックシリーズ。基本的に買わないという選択肢はないんでね。オリジンズは迷っちゃったけどな。オリジンズ買おうか迷ってるんですよ、本当に。クラシックシリーズはあんまりなって感じだし。やっぱモダンシリーズで、モダンソニック派なので。まあ、あとはね、次の情報何が来るかです。ストーリー本当に楽しみだよなって思うし。あと発売日どうなのかな。11月あたりになったら、ポケモンとかぶっちまってたら、ライバン負ける可能性があるじゃん。まあ、ここら辺はもう続報に期待するしかないです。そう、続報に期待しましょう。では、ご視聴ありがとうございました。